こんにちは、大谷さん。ねえ、大谷さん。How are you? I'm good. I'm good ですが、ちょっとエンジェルスファンにとってはまたヒヤヒヤするような記事が上がってきました。はい。大谷選手、まあ、トレード期間、現地時間の8月1日、日本時間8月2日なんですけれども、ヤンキースがさらに欲しいというふうな情報がここに入ってきたというところで記事が報じています。いや、どの球団もお金とかいろんなしがらみだとか絡まないんだったらどの球団だって欲しいだろう。そうですね、絶対欲しいよ。欲しいですよね。大谷マネーっていうのが、はい、やっぱ動いてるよね、やっぱり、ね、日本からの放映権だとかさ、はい、グッズもそうだし、グッズもそうだしな、はい、だからそれはどこだって欲しいよ。そうですよね。で、まあ、もともとドジャースはずっと、まあ、大谷選手欲しいっていう風なのは言ってるみたいなんですけども、ここに来てはヤンキースで、どうやらこの期間の8月2日までの期間だとヤンキースが有力で、今シーズンオフの FA だとドジャースが有力という記事まで出てると言うんですよね。どっちが似合う？どっちが、私はドジャースの方が好き。俺もそうなの。あ、やっぱり好きというより俺はドジャースの方が似合う、はい、うん、なんか西海岸の方が似合う、彼は。ですよね、気候的にも。はい、なんかそんな感じがするんだよね。なんか東っていう感じではないですよね。東、ニューヨーク、寒いぞお前。寒いですね。まあ、あの緯度的には北海道と同じような、はい、札幌と同じような緯度にあるんだけども、うん、彼はなんかこの明るさから言うと、はい、なんかドジャースが合ってるような気がするけどな。確かにヤンキースではないようなイメージ的にっていうのはありますけどね。で、やドジャースのユニフォームの方が俺は合いそうな気がする。ピンストライプっていう、あ、大谷がピンストライプ着たらえらい長く感じるぞお前。すごい縦長ですもんね。そうやな。確かに。で、大谷選手はちっちゃい時からドジャースが好きだったそうなんですよ、うん、っていう思いもあったらやっぱドジャースにちょっと傾くのかな。まあでも自由だろうな。まあお金は、うん、なんか彼はお金は無頓着のような気がするな、うん、まあまあそこそこあればいいでしょみたいな。ですよね、うん、まあ、そこそこどころじゃないけどね、もう持ってる額がね、持ってる額が。そうですよね、うん、まあそうだろうけども、はい、まあだけどなんていうの、まあ、ヤンキースだったらヤンキースで、はい、ね、まあ、伝統のあるチームでね、うんうん、まあ、メジャーの中でナンバーワンと言われる球団だから、はい、歴史から紐解くとね、はい、だからまあそれも味わってみたいだろうし、うんうん、まあ、ドジャースというのもまあ、歴史はあるよね。ありますよね、うん、で、まあね、野茂投手がやっぱり、ね、一番最初に行ってたっていうところもありますし、うん、で、ヤンキースは松井とかも行ってた。そうですけど、あの、なんでしょう、メジャーの開拓したという意味では、まあまあまあね、野茂投手っていう、はいはい、で、ESPN の記者がこの大谷選手のトレードの移籍候補先にそのヤンキースと推してると、はい、もう絶対ヤンキースだと。で、なぜかというとヤンキースはエースのコール投手が32歳、で、昨シーズン62本塁打のジャッジが31歳、で、通算387本塁打のスタントンが33歳と、もう主力がちょっと円熟期を迎えているというところで、はい、で、チームの2009年以来14年ぶりのワールドシリーズ制覇へのモチベーションも今高いので、やっぱりそういう意味でも大谷選手が必要っていう、やっぱりヤンキースなんじゃないかと。この期間でのトレードは金あるからな、はい、出せますよね。どっから出てくるのかね、そんな、なんかポンコポンコ出てくるけど、やっぱオーナーが持ってるんでしょうね。持ってんだな、はい、いよいよ使っていいよっていう、うん、向こうオーナーはあのコロコロ変わりますもんね、日本と違って。まあでもヤンキースは変わらないよ。あ、ヤンキースはそのままなんですね、うん、スタインブレーナー。ああ、ずっとなんですか。多分そうだと思う。お、船会社だよね、船舶、船舶か。なので、で、これ FA で移籍するとなると686億円、これは10年で686億円からぐらいかかるんじゃないかと。年俸68億円、はい、すごいな。もう1年やったらいいな。十分ですよね。十分ですけど、なので、じゃあこの期間でトレードした方が、まあ、お安くとは言わないですけども、桁が違うのでできるんじゃないか。あの、一つ問題があってさ、大谷が行くことによって、まあ、ジャッジも怪我して、はい、まあ、離脱したりとかしてるけども、
っぱ治った時に守備につけな、つけませんって言ったら、やっぱ DH を開けなきゃいけないんだよね。そうですね。でそうなってくると、まあ、例えばその大谷が投げて DH に入るっていうことじゃなくて、投げてる時は DH はジャッジだとかさ、はい、そういうこう自分の職を奪われそうな、うん、そういうところには俺大谷行かないような気がするんだよね。あ、やっぱりあのエンジェルスだったらさ、はい、やっぱ大谷中心のチームだから、うん、でもヤンキースってなると、まあ、大谷は中心だろうけども、うん、そういうことは他にも譲れという、まあ、DH っていうのはどういうアメリカの位置づけかというとさ、はい、やっぱ故障しやすい人とか、あの故障してる人でもバッティングができるっていう人に席を開けるんだよね、 DH っていうのは。でもちろん DH 専門の選手もいるけども、はい、まあ、だけどその大谷が行くことによってその故障者が上がってきても DH に入れないってなると、なんかちょっと問題が起きそうな気もするしな、まあ、まあ、居づらさっていうのもあるんじゃないかなっていう、その大谷選手のがっていうことですよね。そうそうそう。ただまあ大谷は天真爛漫というか、まあ、うん、明るいからね、だからまあそこら辺はその消化していくんだろうけどもさ、でもそれだったら俺はヤンキースよりもドジャースの方が、うん、なんかいいような気がするな、街も空気も空気も俺あのニューヨークも大好きなんだけど、はい、だけどじゃあどっちに住むかって言ったら、うん、俺はやっぱロサンゼルスに住むなあの気候とあの空気感ですよね。そうそうそう、うん、だから大谷もなんかそういうことっていうのはやっぱ大事にしそうな気はするんだよね、うん、あの自分を身を置く環境という意味では、はい、だから、うん、まあ、ヤンキースでやる姿も見たいけど、俺はカリフォルニアから移らないんじゃないかなっていうような気はするけどな、うん、この8月2日の期間までのトレードっていうのは、これ選手は拒否権あるんですか、うん、例えば。いや、それはもちろんあるよ、ね、あ、これはあるんですか。多分あると思う。なんか日本だ と、 ちょっとトレード、はい、この期間中のです、ね、あ、トレードだったらないかもわからないけど、まあ、FA はもちろんね、自分の行きたいとこって。でもエンジェルスもやっぱドル箱だからさ、今ね、まあ、行ってほしくはないよねそうです。ただそのチーム状況的に大型連敗をして、一時期は今シーズンはやるなと思ったけど、ね、そうなんですよ。ただここに来てちょっと難しいってやっぱりってなってきた時に、大谷選手が記者会見で、自分はやっぱりヒリヒリするシーズンを送りたいし、そういう試合にをしたいと、それをまた言ったことが、さらに、あ、これ8月2日までにあるんじゃないかっていうのをまた助長させてはいるんですけれども、憶測として。でも大谷がエンジェルスをワールドシリーズに導いたとしたらすごいよな。いや、それはまたすごいですよ、ヒーローというか、だからこうみんなで、みんな優秀な人間が集まって、その目標が一緒でね、はい、そういうところっていうのも素敵かもわからないけども、うん、なんかこう自分が中心でワールドシリーズに引っ張っていったって言ったら、もっと価値は上がるような気はするけどな。そうですね、まさにこうアメリカンドリームというか映画のようなストーリーですよ ね。だから俺はなんかそういう風な感じをイメージするけどね、なんか一つの団体にポッと優秀な人間が入って、大谷みたいなね、まあ、それで、まあ、優勝の少しの原動力になったっていうよりも、なんか全く形もまだないようなところで、その彼が入ることによって形作られていって、強くなってワールドシリーズっていう方が、俺はなんか大谷の夢としたら、なんかそっちの方が完結するな、はい、まあストーリー的にそうですよね。そう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 、うん、だからヤンキースで優勝してもさ、うん、なんかまあ他のやつも優秀だしなみたいな、はい、なんかつまんないじゃない、はい、夢がないじゃない、なんか俺はそう感じるんだよね。あ、そっかそっか。ただその WBC でやっぱりヒリヒリする試合をして優勝っていうあの感覚を味わったっていう、さらにだからメジャー MLB でっていうところもさらに強くなったのかなっていう、まあそうだね。いやいや、それはやっぱりね、うん、やるからには勝ちたいし、うん、1本のホームラン1本の打点とか1勝が、はい、まあ、もっと価値あるものになることはやっぱ選手としては望むけどね。うん、それはもう当然の話だよね。そうですよね、うん、
であのドジャースに関しては、まあ、MLB の公式サイトでは、特集を組んでいてドジャースが最有力候補っていうふうに伝えてるんですけど ESPN とは別にっていうのも、まあ今年から両リーグで指名打者制が導入された。さらに先発のカーショー、それからシンダーガードが今季の1年契約というところで、うん、でさらにそのウリアスも FA、うん、で、右ピッチャーで手術したメインも来季の開幕に見合うか微妙なので先発投手がドジャースは足りてないっていうところでやっぱり大谷選手が欲しい。まあ、どこも欲しいって欲しい、それはどこも欲しいよヤンキースは、まあ、今年進出できる、さらにちょっとベテランが来てこう年齢的に上がってきてるから欲しい。ドジャースはピッチャーがやっぱ足りないし今季1年契約の人もいるから欲しい。いろいろあるんですねチームに。まあいろいろあるよね、うん、それはまあか各チームでいろんな問題を抱えてるよ。でも両投できるっていうことは、はいね、両方は得ることだから、はい、それはもちろん大谷はどこでも欲しいよね。お金さえ、そうですよね、とか条件お金さえあればね、うんうん、でも大谷はお金で動かないような気はするんだよね、うん、あとは細かい条件とかいろいろあるでしょうけど、うんまあね、お金、そうですね、お金ではなさそうですね。ああ、はい、彼にはお金の匂い、家庭の匂い、うん、なんか全くしないよねそうですね、家庭の匂いはそうですね、結婚してるので。いや、だからその家庭の匂いっていうのはそれも含めて、プライベートも含めてね、うん、あの全く匂いがしないというかさ、うん、だから本当に野球に没頭してるというかね、はい、まあ、そういう匂いしかしないから、それどこだってほしいよね。そうですよね、うん、これでも本当仮に8月2日までに移籍決定になったらすごいニュースになるでしょうね。いや、そりゃそうだろうな、はい、もう一気に日本でも、まあ、ヤンキースだとちょっとあれだったら叩かれるからな、また向こうで。そうですよね、叩かれるしなあ。でも似合ってんのはドジャースだな、はい、私もそんな気はします。ドジャースっぽい気はします。だからドジャースだともしかすると今シーズンオフの FA になってからかもしれないですし、もうそれでいいんじゃないかねバタバタしない方がいいんじゃない。もう今シーズンエンジェルスで途中で。そうですね、でなんかホームラン王のチャンスもあるしさ。そうなんですよね、移った途端に。あれ移籍するとどうなるのかね。そういうのっていうのはちょっと変わってくるんじゃない。どういうふうに。ゼロからゼロからになる、うん、アリーグとナリーグにもしこう行っちゃったら、アリーグ同士だったら大丈夫なんですかね。まあ、それは大丈夫ですよね、同じリーグだったら。でもそのチームで打ったホームランだからな。ゼロになっちゃう。だからヤンキース行ってヤンキース戦で打ったホームランはじゃあどうなんだって。だからそうですよね、うん、だからドジャースに途中で行っちゃったらもうゼロ、ゼロから。もちろんゼロ行かない方がいいですね。いや、だからそこら辺も難しいかなと思うよね。そうですね、うん、だって、うん、せっかく、まあ、チャンスがあるわけだからさ、はい、まあ、毎年チャンスはあるだろうけどね彼は、うん、まあ、だけど、まあ、そういうことも含めたらちょっと難しい問題かもわからない、ね、そうですね。ってなるともしかしたらシーズンオフ、そしたら100億タイトル買うんですか。もう100億これホームラン王分のみたいな。100億単位だからな向こうは。ちょっともう桁がよく分かんない。1億単位じゃないよ。100億ですか。まあ、100億とか何十億単位だからね。なんか一生懸命仕事してるのがなんかわけわかんなくなってきちゃいました。人生金じゃないから。これはないですか。そんなあったって一生で使えるかお前。使えないです。使おうと思ったら使える、まあね、そうです。飛行機買ったりとかね、チャーターとかね、うん、まあだけど、うん、そんないらないだろ。まあまあ100億もいらないですよね。100億あったら楽だよな。どっちなんですか。どっちなんですか。いやいや、でもいいもの食えてるだろ今でも。あ、まあ、もちろんもちろん好きなもの食べてるんですよ、はい、ね、うん、いいじゃない。そうですね、あの自分の好きなもの、まあ、別に好きなもの、お茶漬けも好きですし、そういう煮魚とかも大好きなんで。そんなの大谷食わないから。食べないんですか。お茶漬けなんか持ってないから。そうか。